カエゼニとは、中世日本において、ワップと共に、為替の先駆的な役割を果たした手形、消文のこと。取り扱う対象がゼニではなく米である場合には、カエ米と呼ぶ。また、カエゼニを取り扱う業者である海鮮屋を指す場合も、ある。カエゼニ、カエ米には大きく分けて二つの性格がある。一つは、遠隔地へ米銭を送る際に、現物の代わりにカエン屋に、 手形、消文を振り出してもらう。これが、替えゼ買替え米である。送る予定だった米船を替え船屋に引き渡して、代わりに、現地の支払い人が指定された買銭、替えゼ買替え米を受け取った依頼者、もしくは、受け取り人から替えゼ買替え米を譲渡された受け取り人は、現地の支払い人のもとに赴いて替えゼ買替え米を提示して、直ちに現物の受け取りを行うか。 支払い人から裏付けと呼ばれる支払い日及び約束文言、母を得て指定された期日に改めて支払い人を訪れて現物を受け取った。もう一つは上記の機能を応用したもので、たちに債権や荘園を有する者が借財をする際に債権や荘園からの年貢を担保として借主に対して万が一の時の支払い期日や損害賠償義務を明記した替えに 替え米を振り出して利息を引いた分の米や銭を借り受けた。これは当然借金とみなされたため、後世には特性例の対象になった。なお、替え銭、替え米に使われた用紙のことを特にワップ、切手などと称し、後にワップが同様の手形、証文の名称として広く用いられた。替え銭屋は替え屋とも呼ばれ、替え銭、 替え米を取り扱っていた。ただし、海え屋の多くは兼業であり、もともと視力があり、都市の問屋などと取引のある商人が問屋からの受け取り代金を担保としてかえに、替え米を振り出したと言われている。京都や山崎、堺をはじめ、瀬戸内海沿岸の港湾都市などに存在を確認できる。ありがとうございます。